2つの大きなですね、目標である ACL 出場とロバンカップのタイトル、この2つの目標のためにですね、選手はキャンプから一つ一つトレーニングを積み上げてきました。今集大成でですね、全員が本当にモチベーション高く日々取り組んでくれていますので、今日の勝利で、ファイナルさらに、チーム力をアップして、自信を持って臨めるように、挑んでいきたいと思っています。裏合わせのセカンドレベルからちょっと規律の自由のバランスを整えたのね。でそれから、まあ、確かに
き分けが続いてるけども、内容はほんまに大きく成長してるって、ほんまに思ってるね、これでも勝ちの点もほとんどの試合で、モデルもコントロールできる、チャンス、たくさん作れたよな、湘南戦の際ね、またこれをやりきって結果、ね、今日は結果、こだわって、ね、全員で勝って、この段階を OK、最高、最高、はい、じゃあ、おはようございます。キックオフの笛が吹かれました。ホームの FC 東京のボールでスタートをしています。青赤のシャツ、ホーム FC 東京が前半は左にエンド、そして右から左へと攻めていきます。白いシャツがアウェーのセレッソ大阪ということになります。清武、アダムタガートからさあコリン、マイコン抜ける、そして中へのボール抜けていく、シュートはバーの上、惜しいシーンでした。清武の一つの縦パスのところからまあ、サイドを突破するいい形が作れましたね。中には上条もいます。さあ為田ハットインをしてマイナス、そしてシュートだ、清武こぼれ球、ここはキーパー装備キャッチです。壁は2枚、シュートもありません。ここは上条がシュートになっていった、サイドネットです。お話にあったようにシュートを狙っていきました。上条向かい手シュートありますからね。そして清武に渡す、左ジャンパトリックいる、ここは清武持って行ってから今パトリックへトラップをして、ここから仕掛けてシュートだ、サイドネット。キム・ジンヒョン、キム・ジンヒョンからの長いゴール、残してます。うん、そしてここで長い笛、試合終了です。セレッソ大阪にとっては痛い敗戦となりました。セレッソはリーグ6試合ぶり、公式戦8試合ぶりの敗戦です。まず、まあ、いろんな、ね、脅迫というのがあった中で、まあ、俺が
交代であったり、システム、システムを変えたことでチェンジングアウト、かなりみんなが、まあ、ちょっとバラバラになったと思うし、まあ、それはもう俺の責任や、ね、俺の責任で、やっぱこの敗戦があったからルヴァン取れた、そういう試合にしたい。ほんまに今日の敗戦を勝てる、この敗戦があったから取れたって、ここからまた強くなろう。いいか、ここから勝負やで、ラストだ、いい準備したい。 OK、 はい、今日失礼しよう。はい、お疲れさん、やろうやろう、もう切り替えよう。私たちが待っていたのはこの瞬間、このドキドキをみんなが待っていた。A sustainable future. Yanmar.